ャベツとグレープフルーツを層にしてデザート感覚に仕上げました。グレープフルーツの爽やかな酸味とキャベツの甘みが絶妙。キャベツのテリーヌをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずキャベツはざく切りにします。耐熱ボウルに入れラップをして600ワットの電子レンジで4分ほど加熱します。グレープフルーツは薄皮を除いてほぐしましょう。鍋に材料 A を入れて加熱します。沸騰したら混ぜながら弱火で2分ほど煮ましょう。沸騰させて煮溶かすことが寒天を固めるコツですよ。水で濡らしたパウンド型にキャベツ、グレープフルーツ、キャベツの順に敷いて層にします。寒天液を流し入れて冷やし固めましょう。適当な大きさに切り皿に盛れば出来上がりです。グレープフルーツのルビー色が鮮やかでおもてなしにもぴったりですよ。ぜひお試しください。